我没问题呀、啊！哈！おい、ふざけんな、マジで、おい。いえ、何をしとんねん、これ。だぜ。よし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 。さあ。大変でしたけどね。まあ、それに応えてくれるでしょう、きっと。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、フッティーズメンディーの選手レビュー動画になっています。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。作成コストがね、300万近くしているということでね、びっくりされている方も多いんじゃないかなと思います。ぜひこの動画を見て参考になればと思います。ではまずこのカードの概要から話していきたいと思います。このカードは特に何かね、投票とかで選ばれたわけではなくてですね、突如登場したカードになっているんですが、作成コストがまさかの300万付近ということでね、非常に、ね、びっくりした方も多かったんじゃないかなと思います。僕もね、ご多分に漏れずかなりびっくりしまして、夜中に爆笑しちゃったんですけど、まあ作るかどうか悩んだ末に、まあ最終的に作ったっていうような形ですね。ポジションは CM ですね。今ちょっとポジ変しちゃってるんですけど、 CM のカードになっていて、役割式はハイハイ、スキル逆足がともに5になっています。能力なんですが、まずペースがカンストしていて、それ以外の能力が超高水準で満たされているというところは非常にポイントが高いところかなと思います。一方で、まあ、決定力、視野、アジリティ、バランス、コントロール、ドリブル、あとは守備能力と、まあ、ケミストリーで上げたい能力が結構多いなっていうのが率直な感想です。まあ、この能力バランスをしていて、ワークレートハイハイ180センチ、スキル学習5という時点で、まあ、かなり希少性は高いんですけど、まあこれが300万ってなるとちょっとね、迷っちゃう方も多いんじゃないかなっていうのが率直な感想です。ということで実際の試合映像を見ていただければと思います。2試合使いまして、前半はボランチで使って、後半はトップ下で使ったっていう形です。さあ行くぞ。 Hello everyone, the weather fall, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and delighted to have Stuart Robson. まあ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 、なんであなたここに。あ、はい、やでもやっぱメンディーは足速いから、メンディー足速いから、お、いいですね、メンディー足速いから。あれ、メンディー、いいよ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 メンディー、よくないよ。結果バランスが崩れるっていう。じゃあスルーパスとか蹴ってみようか。メンディー、まあまあマジでめちゃくちゃ足は速い、ほんまに。メンディー、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 普通に仕事して、普通に。あー、でも我慢でけへん、ほんまに。あ、後ろいますね。ほら、見て、後ろにいる。ちゃんと、ちゃんと守ってますね。偉いね。それは高評価ですよ。メンディ？そう。メンディ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 。これもメンディの力。メンディ？メンディ？ナイスパス。そんなにナイスパスではないです。メンディ。メンディ！まあでも回収力は高いんで、メンディー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 、ナイスパス、いいよ、素晴らしいよ、メンディー、メンディ、メンディ、メンディトップした。前で使おう。ちょっと振り回したすぎる、今振り回したい気持ちが出すぎてる。はい、あ、やばい、メンディ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 、いいよメンディ、マジでいいよメンディ、マジでいいよメンディ、マジであるよメンディ、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 メンディ
メンディ。メンディ？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 メンディ。メンディ？メンディ？メンディ？いいよ。メンディ？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 メンディ！メンディ！メンディ？メンディ？メンディ！メンディ！メンディ？メンディ？メンディ！こんだけ上げてメンメンうんメンディメンディスクープメンディメンディいや素晴らしい位置いけるよメンディナイス足早い足早い出しま足早い出しまーまあ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 まおいやんんおメンディ素晴らしいおおやっぱでもメンディトップ下がいいかもしれないほんまにトップ下から高めから取りに行くのがいいんかもしれないいやいいよいや惜しいメンディ素晴らしいあー惜しいマジか今めっちゃ良かったけどないやただボールダッシュ力はマジですごいもう一回ちょっとトップして使いますねうまいいや惜しいいや何それお前何してんのいけいけいけナイスパスいいよただ結構ストレート気味あるパスがねあー何しろ怖いメンディメンディメンディ素晴らしいメンディではここから総評に移っていきたいと思います。フッティーズメンディ2試合使いまして6ゴール0アシストという結果でした。結果自体はね、上々ではあるんですけど、見ていただいた通り、ほとんどメンディにね、ボール集めていたっていう状態だったんで、まあ結果としては妥当かなとは思っています。で、結論としてなんですが、間違いなくミッドフィルダーの中でトップクラスの一員だと思います。ただ一方で、他のカードに変えてこのカードを使わなきゃいけないほど圧倒的1位かって言われたら別にそうじゃないかなっていう感想がありますね。なのでまあベリンガムとかフリットとかそのあたりのいわゆる超トップクラスのカードを持っている方はまあ変えてもいいし変えなくてもいいぐらいのレベルかなと思います。まああのあたりのカードがねかなり極まっているんでまあそこは仕方ないかなという感想ではありますね。このカードの長所なんですがまず圧倒的に足が速いというところともう一つが高い位置でボールを取ってそのまま前に運べるというところかなと思います。見ての通りペースが乾燥しているんですが自分が今まで使ってきたペース乾燥勢の中でもかなり速く感じた印象ですね。まあ、やっぱり背が高くて細いっていうところでかなり移動が速く感じるんじゃないかなと思いますんで相手も結構びっくりするんじゃないかなと思います。でもう一つのね高い位置でボールを取ってそのまま運べるというところなんですがまあ、タックルの数値も高いですしフィジカルもあるってところで耐震性能はかなり高くてですねでそこから前に運ぶことができるっていうところでかなりこのカードいいところだと思います。一方で気になる部分は2つありましてまずパスが曲がらないっていうところともう1つが決定力に若干難ありっていうところかなと思います。見ての通り視野90カーブ88なんでスルーパス、まあ、通せる分にはもちろん通すことができるんですけどまあ95以上視野があるような選手に比べるとパスが曲がらないっていうところで相手をかわして前にボールを飛ばすってことがなかなか難しくてパスコースは制限されているのかなっていう感想があります。でもう一つが決定力の部分ですね。冷静さが92なんで見ていただいても分かったと思うんですけど結構ね正面に飛んでいったり枠外に飛んでいくボールがあった印象です。やっぱりね前線のカードで使うなら、まあ、アウトカーブの特性は特に逆足5ならね必須かなって思いますね。まあ、そこがないのは結構痛いところかなと思います。
個人的なおすすめポジションは4231のトップ下かなと思いました。高めのところでボールを取ってそのまま運んでシュートまで持っていけるというところがかなり強かったカードですね。まあイメージとしてはね、身長も近いんで、あの守備ができるクライフっていう風なイメージが近いかなと思います。そういったイメージで使うと、まあ、前線での駆け上がりもかなり秀逸ですしね、使いやすいカードではあるかなと思います。もちろんね、中盤の底とか中盤でも使えるカードだとは思います。ということで、フッティーズメンディの選手レビュー動画でした。ぜひ参考になれば幸いです。トレフカのコーレットの選手をたくさんお持ちの方はね、手をつけてもいい SBC なんじゃないかなと思います。まあね、特にね、フリットちょっと SBC で来てるのは分かってるんだけど、まあフリットはちょっとみんな使ってるからいいかなみたいな方はね、個性をつけるっていう意味でも作っていいんじゃないかなと思いますね。まあこれからね、たくさん高レードが手に入る機会、特にフッティーズが終わってからたくさん来ますんで、まあその前の段階でね、たくさんこういった高レードのカードを溶かして何か大きなものを作るっていうのも全然やっていいんじゃないかなと個人的には思っていますんでね、作って損はしないカードですし、ぜひ興味があれば作っていただければと思います。ということで、これからも FIFA関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っておりますんで、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。